こんにちは、平山茂です。今日は9月3日金曜日でございます。さあ金曜日です。現在時刻は午前10時48分。皆様、今週も1週間お疲れ様でございました。お疲れ様です。まだね、明日も仕事という方はいらっしゃると思いますけれども、一旦明日お休みという方多いと思いますので言っときます。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ今日はですね、まあサムネにもあるようにちょっとね、私の生活が変わります。変わるといっても、まあめちゃくちゃ変わるというわけではないんですけれども、今日はですね、とある商品をご紹介したいなと思います。その商品を使うことによって私の生活が少し変わるというね、それだけのお話でございます。まあ早速ね、紹介したいと思いますけれども、普段私はですね、アイコスというものを吸っております。タバコですね。アイコスというものを吸っているんですけれども、この度ですね、昨日ですかね、9月2日こちらアイコスの新作が発売されました。ね、ここもうちょっとテロップで新作の名前を入れさせていただきます。アイコスのね、イルマとかそんなような名前なんですけど、こういう感じでございますね。これで何が変わったのかというお話なんですが、大きく言うとですね、もう掃除しなくていいんです。もうそれがもう大きくてですね、私まあ毎日、これよりもね、前のアイコス吸ってる時は毎日こう掃除してたんです。こう爪楊枝にティッシュを巻いて、こうくるくる、まさ毎朝。それがね、もうないんです。まあ、早速ね、まあちょっとね、まあホームページ概要欄に貼っときますけども、まあ今回のアイコスは、2種類出てます。もともとの形のね、ちょっとこう卵型といいますか、ちょっと、ま、丸っこい形のやつの新しいこのパターンもありますし、これが今回出た、まあプライムとかそんなようなやつですよね。これね、パシッと取れてる、こういう感じ、実際こういう感じでございます。ここにこれがパチンとついて、これでまず昨日の夜の段階でも、まあ、10本ぐらい吸ってるんですよ。まあ、実際にこれ刺します。今回ね、ほら、こっち口です。こっちブスッと刺すんですけど、本来はここにタバコの葉っぱがもうむき出しだったんですけど、今回からはもう変わりました。もうこのままブスッと刺します。スコッ、勝手に充電始まります。はい、で吸い終わりも、これ吸い終わりです。綺麗でしょ、この状態。ズボッとそのまま抜けます。こんな感じ、真っ白、汚れないんです。あ、湯気が出てきました。蒸してます。こっちですね。まあ細かいところはそんなにね、説明する動画ではないんですけども、まあこういう形でね、私の生活が変わりました。タバコをやめるわけではないんですけども、その中でも、もう紙巻きタバコはちょっと私はもうね、吸えなくなってしまったんですけども、アイコス新しいの出ましたので、まあ、ご参考に、ちょっと一口だけいただきますよ。まあ味は別にね、変わらないです。はい。特に。ただ今回、タバコもね、タバコというか、まあこちらも変わったんです。もともとはマルボロが出してたんですが、一応テリアという名前でしょうかね。これはこのパターンのアイコス専用でございます。なのでもともと持ってたマルボロのメンソールなどはこの新しいのには使えません。ご注意ください。なので家に一箱丸々マルボロが余っておりますので、欲しい方はもし僕に会ったら言ってください。あげます。はい、ということでね、あ、無意識に吸ってしまいました。すみません。さあ、いや本当に
嬉しい。掃除しなくていいの本当嬉しい。大丈夫、大丈夫、大丈夫だ。うん、大丈夫。もうちょっと見たいですか。はい、これはねゴールドです。ゴールドというカラー、色の展開もいろいろございますのでホームページなどでご覧ください。で一応アイコスさんの会員のねホームページというか、まあアプリとかがあるんですけど、そこに製品登録をしっかりしておくと、今までは半年間のね故障だったんです。半年以内に壊れました、不具合がありましたっていうと、まあ24時間以内に新しいのを送ってくれたりしてたんですが、今回からは1年に伸びましたよ。1年間伸びましたから、保証が。自損でもいけますからね。うん、というわけで、今日はねちょっとアイコスの新しい商品、アイコスイルマの紹介でございました。まあ、参考になったなと思ったらいいねボタンお願いいたします。そんなことよりも大丈夫です、大丈夫。名古屋は今日は雨です。まあ、名古屋からこう西の方は結構もう西日本はほとんど雨雲に埋もれてしまうような感じなんですけども、まあ、しっかりね、雨に濡れて風邪をひいたりしないようにしっかり万全を期して備えてください。またなんか近々ね地震なんかも来るかもしれません。そんなことも想定しながら楽しく楽しくいきましょう。大丈夫ですからね、大丈夫、大丈夫ですから。ということで、では今日はこの辺りでお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。平山茂です。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。